はい、よろしくお願いします。今回は受験対策動画で初めてですね、資料の活用についてやっていきます。それの丸1ですね。で、まあ、いつも通り受験対策動画なんで今問題が映っててこれを解説していくんですが、一応ちょっと予定を先に話させてもらうと、この資料の活用丸3までちょっと短い期間でパンパンと取ってアップしようと思ってます。で、だんだんとちょっと難易度を上げようと思っているので、今回はすごく簡単です。受験問題ね、実際に出された問題なんですが、というふうになってます。で、もう一個ちょっとお願いがあって、まあ、今回ね、こう資料 ABC この部分、これ、実際のやつをコピーして貼り付けてあります。なので、みんながどこのね、問題を使ったとは言わないですけども、もしみんながね、これから過去問やるときに、あ、同じ問題があってやだっていうことがあるようであれば、ぜひ見ない方がいいと思います。そこはあれ、これあの時やっちゃったよっていうのもね、あるかもしれないので、ちょっとそこの判断は自分でつけてもらえたらと思います。では、前置きね、長くなりましたが、今3問載ってますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、わかんないね、問題があれば今から解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。じゃあ、いつも通り下げますね。ちょっと待ってね。いくぜ。珍しくうまくいったね。よし、じゃあ問題外して解説やっていきましょう。よいしょ。で、今外してしまったので、こう一応ね、数字は載っけてあるんですけど、問題見ながらやりたいっていう方は、タグ、パソコンであればタグ、まあ、ちょっと画面をね、2つ分けてとかで見てみてください。では、まず1つ目、資料 A なんでこれですね。で、これはある中学校の3年生男子11名が行った反復横跳びの回数を記録したものだと。まあ、反復とかはもうどうでもいいんですけど、で、出さなきゃいけないのが中央値です。いいかな。で、資料の活用に関しては、まあ、中央値、まあ、今回ね、最頻値、平均値、階級値といろいろ出しましたけど、まあ、その辺の問題ほとんどです。受験で出される時もね。で、そういう問題が多いんですが、ちょっと出されるパターンがいろいろあるので、まあ、それを一個ずつね、慣れていってもらえたらと思ってます。で、今回は中央値。で、中央値は名前の通り中央、真ん中にある数字です。で、今回こうやって記録が載ってるでしょ。で、何するかっていうと、これやっちゃいけないのがたまにいるんですけど、中央なんでこれの一番ど真ん中の数字書きましょうみたいな風になっちゃうんだけど、そうじゃないと。で、まず最初にやることは、この数字を小さい方から並べ直します。全部小さい方からね。で、これがね、やたらめんどくさいんですけど、これ絶対ミスらないように並べ替えてください。で、例えばこの中一番記録少ないの42なんで、42でしょ、これ間違えたくないな、43でしょ。で、次が40代もうないかな、あった、分ね、49でしょ。で、これないかな、次50 52 56 52か。で、こんな感じで絶対斜線つけながらやってった方がいいです。余計な時間取られるからね。55で56 58で、61が2個あるんですけど、2個あるのも絶対2個書きます。こうやって61で、63と65。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10 ちゃんとあるね。で、並べ終わったらこれのど真ん中です。で、まあ、ど真ん中どうやってやってもいいんですけど、例えばこうやってスタートして1,2,3,4,5 ど真ん中だから、これ答え56なんです。これが中央値。いいかな。で、もし今さ、こうやってやってたらど真ん中こうなったでしょ。でも、たまにこうね、数えてた時にこう1,2,3ってやってたら、ここがど真ん中になることがある。数が偶数個の時ね、トーンあれみたいな。で、そうなったら55と56の間なんで、答えは 55.5 になります。こういう答え方もあるので覚えておきましょう。いいね。これがまず中央値です。で、次、表 B。まあ、ちょっとね、数字しか書いてないんですけど。で、これがあるサッカーチームが行った試合の得点の記録です。で、この表から試合の得点の最頻値、そして平均値を求めようという問題。で、最頻値はめっちゃ簡単なんで、そっちからいきます。ちょっと最だけでいいかな。で、これは土地対階級、得点ですね。0点が1試合、1点が5試合という感じです。で、最頻値。最も頻繁な数字といった感じです。だから一番多いのどこですかって聞かれてる。で、一番多いのどれかっていうと6試合、ここにある4点だよね。ちょっとこれだけだと分かりづらいけどね、前ので見てください。だから4点が一番多いんで、最頻値は4です。
いいから、まあ、4点とかでもいいけどね。これが最頻値。これはシンプルで分かりやすいね。で、次は平均値です。平均。で、平均の出し方っていうのは、例えば、これの平均出せって言われたら、小学校の時にやりましたけど、全部足して11で割ればいいじゃないですか。全部足して11で割ると。ただ、これはちょっとね、表になってるので、やり方が違うと。で、どうやるかっていうと、ここ、左側得点、まあ階級ですよね。で、こっちが度数が書いてある。試合の数。これ全部かけます。こうやって。で、まあ0はいいね。で、5でしょ?22が4、32が6、64、24、5、35、61が6と。これを足してください、全部。これを足すの。で、頑張ります。9、15、で、30、50、60だね。で、60で、それを全部で何試合かってところ20試合なんです。書いてないけど、ここに書いてあるからね、表はね。20試合。だから、60点を20試合で割ったら3。だから、平均3なんです。まあ、3点でもいいけどね。いいかな。こういうふうに出します。表があるときの平均。で、持って最後3番です。表 C だね。で、こっちはあるクラスの生徒33人に対して50メートル走を実施し、その記録を度数分布表にまとめたものであると。だから、6秒から7秒。これ6秒以上7秒未満だね。が3人、みたいな感じ。で、その時の度数が最も多い階級の階級値を求めようって書いてあります。で、これは度数が最も多いってことは人数が一番多い。それも見てわかるように、ここだよね。14人だから。で、そこの階級の階級値を求めようっていう。で、階級はこれです。8.0 秒以上、9.0 秒未満と。でも、聞かれているのは階級値なのね。で、これ階級値どうやるかっていうと、8.0、9.0、そのど真ん中の数値何って言われたら、8.5 でしょ。それが階級値になります。だから、これの答え。8.5 で OK です。まあ、これも秒つけてもね、いいと思いますけど、まあ、8.5 で OK。数字だけで大丈夫だからね。という感じになります。いいかな。まあ、今回はすごく、特にね、難しい計算とかもないんですが、まず中央値です。で、最頻値、平均値、ここが階級値。ぜひね、これまあ最初のね、基礎的なところになります。でも、実際に公立高校で出された問題です、これは全部。だから、このぐらいのレベルも出てきます。で、一つ、ほとんど4点かな?どこの、県立じゃねえや、公立高校の問題でも4点だったと思うので、大きいでしょ ?4 点で。だから、こういうところでね、しっかり取れるようにね、練習してみてください。で、最初にも言ったように、丸に丸三と一応ね、続けて取っていこうと思ってますので、またね、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。